4月23日17時ごろ、トランプ前大統領との面会を控えた自民党、麻生太郎副総裁のコメントを取ろうと、ニューヨークの最高級ホテル、ザ・カーライルの前で張り込んでいた現地記者は、目を疑った。ポニーテールにスーツ姿の小室圭さん、32歳が、さっそと前を横切ったんです。おそらく、メインロビーとは別の場所から出てきたんでしょう。 K さんはタクシーに乗り込んで去っていきました。このホテルはマリリン・モンドーがケネディ大統領との密会に使っていたことで知られるだけに、現場は K さんと麻生さんが密会かと盛り上がりました。トランプ氏との面会前に麻生氏が時間を作るとはさすがに考えにくいが、近頃、K さんの動きが活発化しているのは事実だ。ニューヨーク市内にあるグランドセントラル駅近くでは、K さんが頻繁に目撃されている。 駅の近隣に住む日系企業駐在員が言う、連日のようにビジネスマンと駅近くのダイナーで会食をしています。相手は日本人のこともあれば、アメリカ人のこともある。